蒸します一緒に。はい、はい、インゲン菜をいつものようにお湯で洗います。お湯で洗うとシャキッとします。本当にシャキッとする。はい、今日はトマトソース、ね、トマトソースにチンゲン菜を入れてみます。どうやろうかな。いつも通りね、フライパンに入れてワインを入れて蒸します。このようにワインを入れて、今日はワインを入れて、チンゲン菜の茎ね、茎をトマトも入れます。よいしょ。はいはい、はい、よし。はい、チンゲン菜の葉っぱを出来上がり。はい、チンゲン菜入りトマトソーススパゲティ出来上がりです。はい、食べてみようか。はい、チンゲン菜これ、1羽っていうかな、 1個やね。うん、うん、葉っぱがシャクシャクしてる。チンゲン菜1個をね丸ごと食べると大変やけど、こうするとこれが茄子の感じ、感触ね、味を吸い込んで、チンゲン菜のこの茎の方がね、これなかなか美味しい。ほんとこれナスやな、ほんと。